東北ローカル線パスは2014年まで東日本旅客鉄道が発売し東北地方内の JR 東日本とそれに所在する私鉄第3セクター鉄道事業者にて利用できたフリーパス型の特別企画乗車券である東北ローカル線パス JR 東日本と東北の私鉄第3セクター鉄道10社を合わせて11事業者に及ぶ 広範囲を網羅する企画切符となっていた。利用期間中に指定された連続する3日間において、フリーエリア内にて普通列車、快速列車に限り、有効期間内なら何回でも乗り降りできる。乗車券が最後に発売されていた2014年10月の時点では、2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、被災による 運転線区運行見合わせ区間が存在したため、当該見合わせ区間については本パスを利用できなかった。本パスでは、津軽鉄道、仙台七下鉄、仙台空港鉄道は利用できない。2014年10月現在なお、水田区江差市駅など当該駅からの当パスの利用ができない、新幹線単独駅の指定席券売機でも発売を行っている。ありがとうございます。